どうも、内田クラブでーす。かずきです。さあ、今回は。はい。まあ、今、こう、ずらっと並んでますけど。すごいですね。何か、なんかクイズを、今回、はい。用意していただいたということで。今回は、嵐の、ライブの MC クイズを。ライブの中の、MC、はい、クイズ？クイズ。うん。ライブの MC を、ちょっとだけ、流すので、うんうん。一部分だけ流して、はい。もしかして、それどれかってこと？そう、どの DVD か。激ムズじゃない？まあ、嵐さんの金木さんならできるだろうと。やったことがなさすぎて、難易度がわからないんで。そうやね。ちょっとやってみようかな。え、3問？はい、3問です。OK です。じゃあ早速1問目。はい、やります。やってみましょうか。じゃあ流します。はい。どうですか二宮さん。ここまで前半。楽しいですよ。気合入ってますか？気合入ってます、私。うん。え？入ってますよ。いや、まあ入ってるけど、入ってるよ。ここまでどうですか？いや、もうね、ただひたすら楽しくできてます。もう、後ろでノリノリでしたよ、私今日。あ、僕のソロ？ええ。あ、何？僕のソロ後ろでノリノリなの？ノリノリなんですよ、私。ああ、ありがたいけど。クラップしてますか？あ、そうなの？はい。全然知らなかった、それ。言ってる。クラップって言われてるのは、やっぱりそれしなきゃいけないんだ。なるほど。はい。ちょっとこう、ヒントが、チラッと入ってましたね。ちょっとヒント入ってますね。ニノが、翔くんのソロでノリノリでしたよみたいな。そう。ということは、なんか選択肢がまあいろいろあるんですけど、はい。ノリノリといえばみたいな。今頭に浮かんでるのは、まああれかなと思うのはあるけど、うん。じゃあちょっと答えていいですか。どうぞ。ザ・デジタリアン。セクロス。きた。さすが。これはわかりやすいかも。うん、なんかこれ、なんか英語で、こう、最初トークっていうか演説みたいなのするんですよ、翔くんが。おぉ。トークで、英語でわーって言って、うん、で、このソロが始まるんですけど、うん、乗れるような感じのテンポの曲なんで、なんかこれ言ってたなって記憶がありました。Hey You はもうこのアルバムしか入ってない。そうです。このデジタリアンのアルバムのソロ曲なんで。うん、あ、じゃあもう Hey You がだいぶヒントな感じだった。そうね。それ、これはそうですね。やられたなぁ。いやぁ。じゃあ2問目いきます。はい。今日のこの空気感、いやー楽しい。うん、ありがとう。まあ収録っつうのもあんのかな、東京ラストっつうのもあんのかな、年内ラストっつうのもあんのかな。なんかね、みんながこう楽しもうとしてる感じが僕らにもこう伝わってきててね、それがより一層なんか自分たちのテンションを上げてくれてますよ。はいよ。なるほど。難しいな。でも多分、うん、後半やと思う、結構。うんうんうん。まあ、ここで言うと、この下段あたりなんじゃないかなと思う。うん。なんかね、いや、どっかで聞いたことあるなぁ。難しいな、どうしようかな。まあ、大体、ライブって、うん、まあ、収録入るのって、大体ラストになるんですね。だから、ま、大体ラストと思えば、うん、ちょっとヒントは多くなるんやけど、これ当てずっぽうでいくしかないなぁ。まあ、逆に言うと、アラフェスとか、年内最後ら辺にはあんまりないので。ああ、じゃあ、除外できるっていう、うん。なので、どっちかやな。多分。決まりました。お、じゃあ、答えの方をお願いします。こいつだ。アンタイトル。正解。え、マジで？正解です。すごい。多分ね、ここら辺かと思って、もうだいぶ当てずっぽいけど。やばいね。いやー、それにしても、びっくりやね。でもなんか、こういう会話をしてたなってのは聞いたことあるんで、うん、まあ一応全部見てるんでね。まあ3問目、さらに難易度上がります。いやー、これ当てれたらめっちゃいいな。で、3問目いきます。はい、お願いします。グイ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 でこう熱気を感じますけれども、相葉さん、はい、前半戦終わりまして、ここまでどうですか？絶好調調でしょう。絶好調調、二宮さん、ここまでどうです？超絶絶好調調でしょう。なるほどな。これはね、二問目よりね、はい、まあ、だいぶ、でも正直迷ってるけど、うん、だいぶヒント。本当？このノリは、うん、ね、一個しかないと思う。絶好調調っていう、うん、まあ、ワードは、まあ、嵐のちょっとこう流行った言葉で、そういう、エナジーソングっていう、
あの歌にもついてるぐらい超絶絶好調超ってこの盛り上がるんですよライブで。ライブなんか定番の盛り上がりソングなんですけど、うん、このノリ知ってるな、好きやったな、これこれ最後ね、大野くんがね、うん、なんかそのいろいろ付け足しすぎて何というか分からなくなるっていうなんかその面白いノリがあって、大体ほんと多分ねここだと思うのよ。いや難しいな、これこれ当てれたら本物ですよ。ほぼなんか適当になるんやけどね。うん、いや難しいな。まあそのハワイではない、ハワイではない、うん、そうこれ多分ドームかなんかだと思う。宮城もないと思うんだよな。今3つ選ぶとしたら候補ラムかジャポニズムかああいうハッピーかなって感じなんですけど、いや3つまで絞り込めてると、こことこことこうかなって思うんですけど、うん、いや本当にそれで大丈夫かって感じ。うん、まあ、ちょっとまだ自信もない。いや後半になるにつれてあんまり言わなくなってきたノリなんかなって考え出してきて、推理ゲームだもんね。いや本当にそう、後半らへんなんか言わなくなってた気がするんやけど、決まった。お、じゃあ正解の方お願いします。正解はですね、なんとそっち、まさかラブ。最後ラブでいいですか。自信ないけど正解。え、マジで正解です。いやば神よ、大正解です。マジでマジで大正解。なんかここら辺で流行ったから、うん、ここでこうなんかこうわーって来てた気がして、ここら辺だったらなんかあんま言わなくなってた気がしたんで。なるほどね。マジでやばいね。全部正解できると思ってなかった。当てられると思ってなかったの。あやー、なんかそう、そんな感じでしたね。いやマジか、すごいね、やっぱ嵐愛すごいな。まあ、DVD こんだけ見返してるとね、今年もね、うん、最初から全部見てるんで、ここはーって今年1年全部見た。いや全部見た。うわ、もはやこの企画を見越してたかのごとく。うん、でびっくり、うん、とりあえずなんかほっとしてます。すごっ。まあね、あの金木のすご技をね、皆さん体験できたと思う。うん、一回自分でもやってみてほしいね。そうで、本当にあの嵐の魅力は、うん、トークというか、うん、その MC のわちゃわちゃというか、うん、面白さがやっぱ上みたいなところあるんで、ライブの楽しみの一つでもあるので、うん、ぜひ皆さん見返していただいて、こんだけ素晴らしい DVD があるのでよろしくお願いします。それではね、はい、あの今回嵐 MC クイズでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。